みなさん、ナマステ。日本語の EPG のパッシャラへどうぞ。私はカナ・アニタと申します。今日のモジュールの題は、鎌倉時代です。これは、ペーパー9番の日本の文化史というペーパーに、属しています。それでは、鎌倉時代のモジュールの学習目的から始めます。本モジュールは、鎌倉時代の文化について学んでいきますが、前半は平安後期の文化について触れます。平安後期は貴族階級の衰退と武士階級の台頭が徐々に起こり、12世紀末の鎌倉幕府開始による武家政権への移行が起こる重要な時期です。鎌倉時代の文化史の中で重要な位置を占めるのは、新しい仏教の勃興ですね。これらは重要な出来事であるので、次のモジュールにおいて特化して扱うこととし、本モジュールでは、鎌倉時代の文学や芸術について扱っていきます。学習のポイントは以下の4点です。平安時代後期における文化について理解する。武士階級への移行について理解を深める。鎌倉時代に書かれた文学作品について知る。鎌倉時代に作られた芸術作品について理解を広げる。1. 武士階級の台頭。藤原氏が都で摂関政治の隆盛を極めていた頃、地方では農民の間で変化が起こり、農民の中で有力な農民が現れ、土地や財産を増やし、やがて武装した武士団を形成するようになっていました。中央貴族の中でも地方に起こった乱を平定するために地方に派遣された貴族がそのまま地方に同着する者や国司として地方に派遣された後、地方の豪族と癒着する者も現れるようになりました。このように成長していた地方の勢力は、中央貴族の血筋を持つ者を棟梁とし、次第に勢力を統合していました。その中で、清和天皇の孫と目される源の常本は、瀬戸内海で反乱を起こした藤原の住友を平定し、勢力を拡大しました。源氏は、摂関家と結びつき、11世紀には、強い勢力を持っていましたが、常本の現存、
ヨシエの死後、次第に勢力が衰えていました。藤原に代わり、12世紀に入り、台頭した武士団が平氏、つまり平氏である。平氏は桓武天皇を祖先とし、伊賀や伊勢を地盤に勢力を拡大しました。平氏の勢力拡大の方法は、院と関係を深めることでした。院とは、天皇が幼少の皇位継承者に上位し、自らは上皇、つまり院となって、幼い天皇の後見となり、政治実権を握る制度のことです。平安末期になると、藤原氏の勢力が衰え、代わりに上皇や皇后などの院が政治の中心となっていました。法とは、女王が仏教を熱く信仰し、出家した時につくくらいです。大寺院もまた勢力を強め、荘園から集めた農民や下級の僧侶を僧兵とし、組織して、武装化し、朝廷や摂関係に自らの主張を通そうとしました。院に接近した平氏は、平の忠盛の時代に、鳥羽方向の信任を得て、その息子、平の清盛は貴族社会の混乱に乗じて、勢力をさらに拡大させました。清盛は太宰大臣となり、平一門も高位高官に上がり、さらに、娘、徳子は、後の建礼門院を、高倉天皇の中宮に入れ、外戚となります。平氏政権は、武士ではあったが、その性格は、貴族的なものであったと言えます。また、平氏は日ソ貿易にも力を入れ、そうから多くの高級織物や香料、宋銭、書籍などが輸入され、日本の文化にも影響を与えました。院政期の文化。平安後期になると、貴族文化は、地方や武士階級、庶民階級にも広がっていきました。地方では、11世紀末に、欧州に勢力を広げた藤原の清平と、その息子、元平と孫秀平が平泉を根拠地とします。平泉では中尊寺の金色堂を建て、その華麗さは当時の平泉の繁栄を物語っています。
庶民の文化に至っては、後白河法皇が中心となって編纂された両人筆書から垣間見ることができます。今代というスタイルの歌謡がそこには集められており、当時の貴族たちに愛称されました。古物詩もおり、後鳥羽上皇はそれらの人々からも今代の歌いを慣れたとされています。文学作品においては、インド、中国、日本の千余りの説話を集めた今昔物語や、陸奥和気などの軍記物語は、当時の地方武士の様子を生き生きと語っています。また、大鏡などの歴史物語もその頃に書かれました。絵画の分野においても、その当時発展を遂げたと思います。中で、絵と言葉書きを混ぜながら時間の進化を表現する絵巻物が描かれました。源氏物語巻物や万代納言、絵言葉などの傑作が生まれました。その他には、カエル、ウサギ、サルなどの遊戯する動物を擬人化して描いた、つまり人間として描いた長寿戯画があります。小動物が人のように遊び講じている様子を生き生きと描いていることから、日本最高の漫画とも目されています。鎌倉時代の成立、平氏は、つまり平の清盛の時代に隆盛を極めるが、清盛の強力な政治手法に対して、院や貴族などが不満を募らせました。これらの勢力は、源氏と手を結び、平氏に対抗しようと試みます。その頃、伊豆に幽閉されていた嫡流源の頼朝などの源氏の武士団が兵を挙げ、平と戦い、打ち破りました。頼朝は東国の鎌倉を本拠地として新しい政治を試み、1192年に後鳥羽上皇より征夷大将軍を任命されました。この征夷大将軍のことは前モジュールで述べましたが、坂の上の田村麻呂などが、恵比寿を討伐するために任命され、臨時の将軍を意味しましたが、頼朝以降は武士の最高潮の地位を示す官職となっていました。平安時代は藤原氏の摂関政治が中心ではありますが、天皇や上皇などが政治的に重要な地位に
あったことには変わりがない。しかし、鎌倉幕府開設以来、政治の中心は武士となり、以降、江戸幕府が解体する19世紀後半までの700年弱、武士の時代が続きます。鎌倉幕府の特徴は、将軍と御家人との主従関係によって結ばれる保険制度です。将軍を主人とし、御家人は戦時には生命を賭して戦い、奉公、その代わりに戦争伝来の土地を保証してもらい、新しい土地を与えられる、施されました。武士の生活は、公家の生活とは異なり、質素であり、武芸が重視されました。さらに、武家の習いや、つわものの道などの道徳が意識されるようになり、武勇や主人への献身などが重視され、後世の武士道への発展していきました。鎌倉時代の文学作品の主なテーマは無常であり、代表的な作品は軍記物語です。軍記物においては平家物語が一番代表的です。平家物語は源と平の合戦の様子を生き生きと描いており、小国を遍歴する琵琶法師によって語られた多くの人々に愛された作品です。和歌においても発展が見られ、武士の家に生まれた西行は出家をし、小国を歩き、三歌集という歌集を残しました。貴族の間でも和歌は親しまれ、藤原定家が後鳥羽上皇の命令で編纂した新古今和歌集があります。随筆や日記などの分野においても、傑出した人物が鎌倉時代には存在します。鴨の町名は人間や社会の天変を独自なペースで持って語り、補助記をしたためます。鎌倉末期になると、吉田兼好が現れ、つれづれ草を書きました。つれづれ草は平安時代に、清少納言によって書かれた枕草子と並ぶ随筆の双璧と目され、脱世間的な要素のみならず、現実的な小生術なども語られ、多角的視点を、さらに柔軟な思考法を垣間見るにあたって、当時の人々の思索の深まりを理解することができます。芸術においても、様々な分野で新しい作風が生まれます。彫刻では、奈良を中心に活躍した仏師が、
多くの仏像や肖像を作りました。中で、東大寺南大門にある金剛力士像は有名です。力強い写実的と豊かな人間味が現れているとされています。絵画では平安後期に始まった絵巻物がさらに発展を遂げ、蒙古襲来絵巻などの優れた作品が存在しています。人物画でも偽物、つまり偽絵と呼ばれる写実的な手法を取り入れた作品が描かれた。建築に関してもいくつかのスタイルが起こります。平安時代に発展した和書に加えて新たな大仏様という禅宗様のスタイルが大陸から伝えられました。大仏様は五法さと合理性を兼ね備えた建築様式で、東大寺の南大門がその代表的な建築物です。一方、禅宗様は華麗さと繊細さを持ち、その美しさは多くの日本人にも受け入れられています。円覚寺舎利殿が代表的な建築物であります。和洋建築のこの時代の代表的な作品は、京都にある三十三間堂がそれです。また、鎌倉においても大仏が作られ、高さ約11メートルの阿弥陀如来像は現存しています。鎌倉の観光スポットの一つとなっています。武士の世の中であるので、武芸においての発展もなされ、いろいろな優れた刀工が現れ、優れた刀剣も作られました。家中においても、妙心の装飾を施した美しい家中を作成しました。